みなさんこんにちは。サニーサイチャンネルのこっちゃんです。今日はホイップケーキ屋さんで遊んでみたいと思います。イエーイ。サニーサイドチャンネル。ホイップケーキ屋さんっていう作って食べるやつです。早速作っていきます。ショー。1. トレイをハサミで切り離そう。できるか？できます。切れました。丸1がね、完成。次 2. コーンを立てよう。コーン立てました。次 3. ウェハースを切ろう。ウェハーススプーンで切ります。四角いのがこの3つ。今日ハサミで1個。4番、クリームを作ろう。バニラクリームの素、いちごクリームの素をそれぞれ入れます。そこにカップ1杯の水をそれぞれ入れ、スプーンでよく混ぜます。バニラクリームといちごクリームを入れます。ここにね、のろしがあるやつね。ここに入れました。今入れた方に、うん、クリームの元のホイップ、いちごクリームの方に混ぜます。そしたら混ぜます。そう、スプーンでよく混ぜてください。混ぜてるのか。何？何？バニラ。こっちゃんが好きなバニラ。アイスでバニラが好きだね。うん、もう抹茶だよね。もう抹茶だな。バニラ。次はいちご。いちごの方を混ぜます。そしたら半分ずつ入れて。これを下までギュー。これはとりあえず置いときます。そしたら次はチョコレートの素。そう、トレイのくぼみまで水を入れます。ここだよね。ここ分かってます。そしたらチョコレートを入れます。うん、じゃあ混ぜます。混ぜました。作ってみます。ママの方が上手。ここ書いていていい？ママの方がちょびちょびって言っていい？ママの方がまた書きます。完成。すごいソフトクリームです。待って。実食。食べてみます。うん、おいしい。本当？味はまずかったです。まずかったですって言わないで。あんまりお口にはありませんでした。全然お口にありませんでした。あんまり全然次は他の作ってみたいね。うん、次はアイス作りたい。アイス作ったじゃん。チープお菓子いろんなのさあるからさ、また挑戦してみよう。うん、バイバイ、また見てね。チャンネル登録よろしくね。